地図はつけとるんです。ナビ自体は入れてないですよ。ああ、どっかで、どこ入れます？いや、ほら、太一でクジラ食い行くじゃん。ああ、クジラ屋っすか。な、どこなん？クジラ屋はな、なんか予約がいるんやって。ああ、予約いるんすよ、あれって。あれ、ほならどうするんす？いや、その手前にいろいろあるんすよ。ああ、これのラインで送った。ああ、ラインっすか。ラインで送ったで、俺。絵でそのクジラ屋、フォーク、まあ、要はタイツの奥の方行きゃある。はい。クジラ博物館かなんかそんなところ。ああ、博物館なんですね。手前。ああ、博物館の手前ですか。それどれぐらいだと。青瀬戸だろ。あと 7.2 っす。ああ、もうちょいだな。車で10分。誰やろ、行ったら兄ちゃん今日はクジラ入ってへんわって言われる。ああ、もうその大たるやつですね。何かちゃん今から取ってきてえなっていうような。あ、でもこれ入りゃらクジラウォッチングとかあるもんだ。だってな、そうですね、この辺自体が有名なんで。クジラの潮の岬から一番長い。うわー、俺今日失敗した。シーセバードの T シャツ着てきたらよかった。ヘッドでやってもらってそれで和歌山くんとか夢やってんで俺。もうくっそいに言うたらこんなんくっそいかんでっつって。美味しいけど。なんやシーバード。これ車おらんだら楽しいやろな。これなんなん、これすごいな、なんか海とねえ、そう、そこやな。入り組んどるっすね。おう、これすごいな、これ。うわ、怖みたいやな。これケツがやばい、マジで。下にフリーザーバッグ引かなあかんすね。何やで、これなんなん、すごいじゃんこれ。ねえ、どれらに大事になっとんねやな。あれまだ奥もあるもんな。はい、お、めっちゃおる、めっちゃおる。この前あんな感じで最後にポリおったんすよ。そう白バイだ。ね、まさにあんな感じで。あれよりもっとおったじゃん、大豆が。綺麗に並んでましたね。綺麗に並んでましたね。ああ、これも今日おったらしたりたいな。やらんとわかんす。ね、あ
あれって、なんで両手離しとんやって怒られるんですよ。なんで両手離しとんやって怒られるんですよ。熱いもん。あ、見えてきた。あれ、あの辺ちゃうちゃう。あれ辺が、大気のクジラ館の方ですね。あれ、捕鯨船かなんかじゃない、止まっとんだろう、片手あんの。あ、そうですね。あっちの、あれがクジラセンターなんですよ。あ、そうなんや。はい。第一目標や、見えてきた。涼しい。そうですね。ちょっと曇ってきとるっす。ああ、部屋暑ないで。はい、まあ雨は降らんでしょうね、この感じだと。空気もカラッとしてますし。全然空気はカラッとしたように感じへんけどな、俺の。出た、タイジ。タイジ。あ、でも道の駅でタイジでも食べれそうな感じですかね。あれやったら。タイジって思うやこれ。タイジです。タイジだよ。エックスジャパンや。あーやば。これもスワットより立っとるから楽やわ。あっつねもう。あ、なんかバスかな。バスじゃねえな。通気かな。うん。おお。いいだえ。斜めがよう取れそう。さすがに谷折る。え？さすがに谷折る。あっといやって、ケツが。あ、クジラのなんか大きいもんがある、左側。あ、ほんとや。今の駅駅みたいなもんやろか。あ、道の駅大事や。あ、左や、左、クジラ博物館。クジラ博物館の方います？綺麗。めっちゃ切れてないか。え？え？バックに。